ダウンスイングで右肘が体から離れてこのようにインパクトしてませんか？こういうダウンスイングの練習をしてますか？このように押すようなインパクトの練習してますか？はい、皆さんこんにちは。今回はダウンスイングからインパクトにかけてこの右肘が体から離れてしまう、ちょうど後ろから見るとこういく人が多いで、こういってしまうがためにボールが曲がってスコアが安定しない OB になってしまう。これを改善したいんですけどもどうしたらいいですかっていう質問をよく受けるんですね。なのでこの辺についてお話していきたいと思います。で、実際にゴルフレッスンとかそういうことを学ばずにゴルフ場に練習場に行ってゴルフを覚えた方、野球経験のある方っていうのは意外にこの辺でタイミングをうまく取ってボールを当ててゴルフができてしまうっていう方もおられます。で、そこでうまくなってしまってもっとスイングを良くしたい、スコアを追求したいっていう時にこの右肘の動きがすごくキーポイントになるんですね。で、実際プロゴルファーのスイングっていうのは右肘が右脇腹から体の近いところを通ってこのように動く。で、このように動かしたいんだけどなかなか動かない。じゃあどういう練習、どういう意識を持ってやればいいですかっていうのをよく質問されます。なので今日はその辺にを中心にレッスンしていきたいと思います。はい、ではインパクトの時の右肘の動きについて少しお話したいと思います。で、以前に動画でこのグランドホッケーのスティックをクラブ代わりに使って説明したらすごく分かりやすいというお話をいただいたのでちょっとこれで説明したいなと思います。で、ダウンスイングからインパクトにかけて右肘というのがこう動かしやすいんですよね。意外にこう動かしやすい。で、後ろから見るとダウンスイングでこう離れてくる、こう離れてくる。で、インパクト直前急にフェースをで返してまっすぐ飛ぶようなインパクトをする。するとボールを叩くインパクトする直前に急激なフェース変化をするので遅れれば、このように遅れればスライスになる、カット打ちになってスライスになって右を OB したりする。で、急激に返そうとしてこう返ってきて左へ巻いて OB になる、フックになるっていうふうになるんですね。なので右肘をこの状態でこう伸ばしてくると絶対に急激なフェース変化が起こる。で、上級者プロっていうのはこういう打ち方をしない。ほとんどのプレイヤーがここからこう動いてくる。これがボールだとしたらこう離れるのではなくてこの右肘が右脇腹についたままこう来る、こう来る。するとここでもフェースはボール向いてるんですね。フェース肘がこう浮くとフェースは開いてる。この開いてるこの位置で手首を返してボールが来る。で、ここに肘があるとフェースがボールを向いてこういう打ち方になる、こういう動き。なのでスイングに悩んだ方は動画を撮って自分のスイングを見られている方最近たくさんおられますけども、この辺に気がつくんですね。特に利き腕、右利きのプレーだったら右腕になりますよね。ここが離れる、こうじゃないなと。で、こう行きたいなと思う。なかなかここにリンクしてこない。なぜプロ上級者はこうなるのかなっていうのをすごい疑問に思っておられる方が多くおられます。で、そこを疑問に思ってそこを直そうとするのはスイング改善のステップにとってはすごく大切なので、その練習方法についてお話していきたいと思います。はい、では右肘が伸びずに右肘が体の近くを通る、右脇腹と一緒に動いてくるようなスイングになるための簡単な練習方法についてお話したいと思います。で、後ほどアイアンでやりますけど、まず形、動きを説明したので、このグランドホッケーのスティックを使いたいと思います。で、
肝心なことは右肘が体から離れるっていうことは両脇が締まっててほしいということなので、あえてこの両脇にタオルを挟んだりグローブを挟んだりして脇が開かないようにして練習するのも一つです。で、今回はそれを挟まずにやりますけども、まず簡単に言いますと、ここからここまでの時計の3時から9時までのハーフスイングでいいです。これを下半身、体幹を使って背中を軸としてこうやって動いて、このように動いてインパクトをするっていう練習をするだけなんですね。で、これ見てもらったら分かりますけど、これだと最初から右肘伸びてますよね。でも肝心なことは右肘は伸びてるけども右脇が開いていない、これがすごく大切になってきます。で、ここにインパクトバッグがあるので、なければクッションとかそういうもの周りに気をつけてやってもらえればいいかなと思います。で、これをこう押さえます。これだったら右肘が伸びてますよね。で、これが右肘が曲がって右肘が体の近く通るっていうのは、このようにして一応止めます。止めて下半身が先行すると、先行するとこうなります。で、後ろから出せますね。このまま三軸時だとこう一緒にこうくれる。で、こっから腰を先行すると右肘がこういう風に曲がってきます。で、これだけでいいです。なのでフルスイングでインパクトの改善とはできないので、ハーフスイングで、それも最初は両脇を締めた、右肘が伸びた、でも脇は締まっている、この動きで練習する、この動きで練習する。で、一度止めて間を取って腰からいく。そしたらこのような形になってきます。つまり下半身が先行することによって右肘と右腰、右脇腹が出会うということなんですね。で、最初冒頭でも言いましたけども、こういう練習してませんかっていう話しましたよね。で、これはいいんです、これはいいんだけども、右肘を右脇腹に落とすんではなくて、右肘が垂直落下していて後方から右腰が回ってくる、それで出会う、こうなんですね。腰が水平で前に来る、肘が垂直落下で下に来る、それでここに来る。つまり手だけを意識した練習をしてても、いくらプロのようなこのようなダウンスイングはできないということです。なのでハーフスイングで練習をしてみてください。この後ちょっとアイアンでやってみたいと思います。はい、ではこの7番アイアンで今のをやってみたいと思います。で、やることは一緒です。ここに普通にグリップをして、このまま脇を締めてこうする。で、最初は腕を伸ばしたので 1,2 このまま 1,2 一回止めてこう。で、後ろから見るとここで脇を締める、この角度を変えない、こう伸びないのが大事なので、この角度を維持する。特に左手で意識されていいですね。右は割と脱力している方が右肘が曲がっていくので、1、2、1、2、このように練習してみてください。で、今練習場におられるんでしたら素振りでもいいと思うんですね。これで1、2で一回止めておいてこう振る。で、ここから振ってしまえばいいですよね。1、2で、この時肝心なのは先ほども言いましたけど、右肘をここに落とすんじゃなくて、
腰の回転と右肘の垂直落下で出会う。つまり腰が先行してこないと右肘はここに来ないっていうことを理解した上で素振り、あるいは T 打ちでもいいと思います。練習してください。1、2、3、1、2、3でハーフスイングで素振りして、それで T アップのボールを打ってみる、それからマットの上のボールを打ってみる。この順序でいいと思います。で徐々に徐々にスイングを大きくしていって、この感覚、右肘が体の近くを通っていく、決してここでこうしない、こうしてこうしないっていう癖をつけるのが一番の目的です。なのでさっきのハーフスイングでいいので、特に手の力っていうのはやはり左手でしっかりクラブを支えてもらった方がいいと思います。で両脇を締めて右手を脱力して、でこのままで1、2、3でインパクトをこの形を意識して、1、2、3でこの形を覚えるためにフルスイングからはなかなか入れないので、必ずハーフスイングのインパクトの形から覚える。この練習を続けてもらえば必ずこの形に近づいてきますので、ぜひやってみてください。はい、では今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイングを目指してレッツゴー。